精霊流し、精霊流し、章のうしは、長崎県の各地、熊本県の一部及び、佐賀市でお盆に行われる死者の魂を弔って送る行事のこと。かつては、各地の沿岸地域で類似する風習としてあり、例えば、北茨城市には、荒盆供養の盆栓流しがある。長崎市をはじめ、長崎県内各地でお盆に行われる伝統行事である。 隣県である佐賀県の佐賀市や熊本県の熊本市、三船町などにも同様の風習が見られる。初盆を迎えた個人の家族らが盆上鎮や造花などで飾られた精霊船、小老船、ね、と呼ばれる船に個人の霊を乗せて流しと呼ばれる終着点まで運ぶ。毎年8月15日の夕刻から開催され、爆竹の破裂音、鐘の音、 掛け声が交錯する喧騒の中で行われる。精霊船は出汁を連想させる、過微なものであり、見物客が集まる。祭りと誤解されることもあるが、あくまでも、個人を追悼する仏教の行事である。初盆でない場合は、精霊船は作らず、藁を束ねた小さな菰に花や果物などの供物を包み、流し場に持っていく。精霊船や蜘物は、以前は、実際に、 海へと流されていたが、長崎市では1871年、明治4年に禁止された。精霊船も水に浮かぶような構造にはなっていない。現在でも島原市、西海市、松浦市、五島市などでは、実際に川もや海上に浮かべることもある。熊本県三船町の精霊流しは、8月16日の夕刻から開催され、 大小様々な精霊船が数人の引き手と共に川の中に入り200メートルほど流された後そのまま川の中で燃やされるという形が続いてる佐賀市では8月15日の夕刻から河工のあった今宿町などで行われ100年以上の歴史があったが2009年に地域の高齢化による担い手不足から中止となっている佐賀市久保田町の加瀬川や佐賀県を黒人者沿いの 田フセ川などでも行われているが、それぞれ1989年、加瀬川、2011年、田フセ川開始と歴史は浅い。長崎市には、長崎くんきという祭りがあり、精霊船の作りはくんちの出し物の一つである、え物に似ている。え物は出しを引き回すことが、パフォーマンスで行われており、精霊流しの際もそれを真似て、 精霊船引きを着回すことが一部で行われている。この行為は一般的には好ましい行為と見られておらず、警察も精霊船を回す行為には制止を行っている。郷土市屋の越中哲也は、長崎放送の録画中継の中で、ナンパ船になるですばい、と毎年出演の度に悪しき行為と解説している。代表的な流し場である長崎市の大鳩には、 精霊船を解体する重機が置かれている。家族、親類らにより、盆上鎮や家、遺杯など、家に持ち帰る品々が取り外され、船の担ぎ、引き出の合掌の中、その場で解体される。精霊船は大きく二つに分けることができる。個人船と、もやい船と呼ばれる、自治会など、遅延組織が合同で出す船である。個人で精霊船を流すのが、 一般的になったのは戦後のことである。昭和30年代以前は、もやい船が主流であり、個人で船を一層作るのは、富裕層に限られた。もやい船、個人船に限らず、大きな船、立派な船を出すことが、ステータスと考えている人もいる。現代でも、もやい船の伝統は息づいており、自治会で流す船のほか、病院や、搭載業者が温度をとり、 流す船もある。また、人だけでなく、ペットのために流す船もある。流し場までの列は、家門入りのちょを持った模子や、町のちょを持った責任者を先頭に、長い竿の先に趣向を凝らした灯籠をつけた、陰道籠と呼ばれる目印を持った若者、金、その後に、揃いの白の発碧で決めた大人が数人がかりで担ぐ。 精霊船が続く、担ぐといっても船の下に車輪をつけたものが多く、実際には引くことが多い。精霊流しは午後5時頃から10時過ぎまでかかることも珍しくないため、多くの船は明かりが灯るように製作されている。一般的な精霊船ではちょに電球を組み込み、船に積んだバッテリーで点灯させる。小型な船や一部の船ではろうそくを用いるが、 振動により引火する危険があるため、電球を用いることが多い。また、数十メートルの大型な船では、発電機を搭載する大掛かりなものもある。材質は、木製のものが多いが、特に決まりはなく、地下や、再開支流地区など、や、強化段ボールなどが利用される場合ある。精霊船は、三好と呼ばれるへさきに、家門や苗字、家、もやい船の場合は、 町名が書かれている。環境の部分には、遺廃と、遺影、強化が飾られ、盆上鎮で照らされる。仏画や、南無阿弥陀仏の名号を書いた帆が付けられることが多い。陰道路は船ごとに異なる。もやい船の場合は、その町のシンボルになるものがデザインされている。例、町内に、亀山社中跡がある。自治会は、坂本龍馬を描いている。個人船の場合は、 家紋や個人の人柄を示すもの、例、将棋が好きだった人は、将棋の駒、幼児の場合は、好きだったアニメキャラなどが描かれる。船の大きさは様々で、全長1から2メートル程度のものから、長いものでは船を何年も連ね20から50メートルに達するものまである。精霊船の基本型は前述の通りであるが、近年では、陰道牢の遊び心が、 船本体にも影響を及ぼし、船の形を成していない、いわゆる、代わり精霊船も数多く見られる。例、ヨット好きの個人と型、バスの運転士正方状土業の方向幕を掲げた、バス型など。爆竹が精霊流しで使われる由来には、諸説あるが、中国の彩り船流しの影響が、色濃く出ているものとされている。また、流し場までの道行きで鳴らされる爆竹は、 中国が起源であるなら、魔除けの意味であり、精霊線が通る道を清めるためとされる。近年では、その意味は薄れ、中国で問題になっている春節の爆竹と同様に、とにかく派手にならせばよいという傾向が強まっている。数百個の爆竹を入れた段ボール箱に一度に、点火して、火柱が上がったりする、等、危険な点火行為が問題視されている。 観覧車を直撃することが多くあるため、ロケット花火の使用は禁止されている。同過ぎた花火の使用をした場合、各船の花火取り扱い責任者、事前に精霊流しの花火についての講習を受けた者に、殺しから指導が行く場合がある。伊藤一長が狙撃されて指揮をした時、伊藤の精霊流しの際は、爆竹の音が銃声をイメージするとして自粛された。長崎市の場合は、 長崎放送が中継録画を行う長崎県庁前には数多くの船が流れ、代わり精霊船も多く見られる。一方、長崎市役所周辺では、もやい船の伝統が残る下町が多く、三連、四連の巨大な精霊船を見物することができる。長崎市の人にとっては大変重要な行事であり、長崎出身の歌手、佐田正史が聞いた話によれば、 1945年、昭和20年8月9日の長崎市への原子爆弾投下の際には、多くの人が被爆からわずか6日後にある精霊流しを思い、死んでしまったら、誰が自分の精霊船を出してくれるのだろうかと気にかけながら、亡くなっていったという。佐田正氏は、自分のいとこの自己死に際して行われた精霊流しを題材にした精霊流しを作詞。 作曲、1974年、昭和49年にリリースした、グレープ2作目にして初ヒットにあたる。曲は大ヒットに至ったが、精霊流しのヒットがしめやかなイメージを作り上げてしまったため、観光客が実際の精霊流しを目の当たりにして、あまりの賑やかさに歌と違う、と驚くことしばしばある。しかし、 サダは歌詞の中で精霊流しが華やかにと書いており、グレープのファーストアルバム忘れ物でも精霊流しのイントロアウトロ部分に歓声や金の音、爆竹の音を入れており、実際は賑やかさも描いている。放日する灯籠流しなどと結びついた一般的な行事の印象がいかに強いかを物語るエピソードとも言える。なお実際の精霊流しを知らない人から、 精霊流しが灯籠流しであると誤解されていることもある。佐田自身、2009年、平成21年の暮れに父親を89歳で亡くしており、翌2010年、平成22年に親族で精霊船を出した際には、地元の各テレビ局が取材し、ネットワークを通じて全国に配信され、沿道からも多くの人が船を見送った。 また2016年春に母親を亡くし、その年に親族で精霊線を出した際は、NHK のドキュメント72時間と日本テレビ系列の遠くへ行きたいなどでその様が放映された。長崎市の精霊流しは、長崎放送、NBC、テレビ長崎、KTN の各テレビ局が深夜に中継放送する。NHK 長崎放送局、 長崎国際テレビ2部長崎文化放送 NCC は放送しない。ただし、録画放送。その他、夕方のローカルニュースでも取り扱う。以下、2019年の実績。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。